おはようございます。今日は3月の9日ですが、すごい撮影の方法ですね。今じゃこんな撮り方はできんな。鹿児島の朝ラッシュを逆方向に進みながら日豊本線に直通する普通列車国引に乗りました。ただこれで日豊本線の方まで行くのはまだ後でして、結局鹿児島市内一区間だけの乗車です。鹿児島駅、ここから先観光スタートしようと思ったんですけども、私はあらいかん、うっかりしてた。もう一度ここから先普通列車で鹿児島駅に逆戻りをします。 JR 九州の車掌さん、これあれですね、昔の制服ですね、懐かしい。私ですね、昨日傘を借りてたんですけども、それを返さなきゃいけなかったんですよね。そのために路面電車に一旦乗って、お借りしていたこのイルカゲストハウスという大変親切なところにですね、返すことにしました。泊まったのはまた別なんですけどね、アジアなんとかっていう鹿児島駅の近くにある1600円ぐらい泊まれるゲストハウスなんですが、まあどちらも結構鹿児島は安く泊まれることがいっぱいあって助かりましたね。そして、その傘を返しに行ったゲストハウスは、このですね、鹿児島市内のあの観光地に結構近いもんですから、そこから先歩いて結局観光することにしたのでした。後ろに大きな石碑が立ってますけれど、最後の高森終焉の地と呼ばれるところです。南州を終焉の地というふうに大きく彫っておられます。これですね、最後の高森が最後に西南戦争をするときに、本当に最後の戦のとき、すぐこのほど近くにある城山というところに登って、そして指揮を取っていたんですけれども、ついに政府軍の攻撃が激しく、もうこれはこれ以上持ちこたえることは無理だと、山を少し降りたところで、じゃあここで解釈をしてもらい、そして、いよいよ果てるということになったその場所です。まあ本当の場所は現在マンションになっているらしいんで、その少し脇なんですけどね。昨日そんな話もですね、教えていただいた、西郷さんのあの血を引いている若松さんが、私にいろいろと教えていただいて、そして最後にはね、これじゃああるからあげるよと言って私に桜島灰干し弁当をプレゼントしていただいたのでした。まあそれは多分本当はその日中に食べた方が良かったと思うんですけど、私もお金がなかったんで、あの翌朝の朝ごはんに回すことにしまして、そしてここで食べ、これが美味しかったです。すごい美味しいんですよ。まあね、鹿児島中央駅で今でも売ってるんですけど、あのパッケージはね、なんかまあこういう言い方したらあのあれかもしれないけど、まああえて言いますが、あのなんか素人がね、あのパワーポイントで作ったみたいな、そういうパッケージをしてるんですけど、この中身がねめちゃくちゃ美味しくてね、あのなんか鹿児島らしいのかどうか私にはちょっと分かんないですが、あのあんまり大きい弁当にも見えないでしょこれ。それがまあ実際あの大きさはそんな大きくないんですけど、あのたっぷり満足できるボリュームでもあるしね、いや良かったですよ。ご飯を食べて石碑を見つめながら、そのすぐ脇には現在は鹿児島本線の列車も通過すると、なかなか興味深いところです。そしてそこから先、もともと西郷さんが戦っていたという城山公園の上に登りました。江戸時代はここには登ることはできなかったんだそうです。まあ、これなんで城山公園というのが、目の前に大きなお城が、鹿児島城があるから、それを上から見下ろすなんて失礼だと、そういう話らしいんですね。猫がおりましたね、猫。猫結構なんかいますけど、でも、あんま猫の印象はないな。多分たまたまこの時いただけだと思いますけどね。城山公園のちなみにこれはどちらかというと、裏手から登っているかなと思います。だんだん上の方まで結構歩きますが、頑張って登ってくると、このような舗装されたところになってきまして、そしてお土産屋さんコーナーなどあります。来ました。今日は桜島がよく見えますね。ちゃんと止めて映しちゃいないな。城山公園からは鹿児島市内を一望することができ、そしてまたすぐ対岸の桜島まで、そこが噴煙を上げているところまで見ることができるわけです。これは本当に素晴らしい景色ですよ。上の方はなんか雪が積もってるんですかね。桜島の山頂って雪が積もるんだな、知らなかった。ここから見えるところでは、例えば前方、今前方ですかね、鹿児島市内随一のデパート山形屋とか、そういったものもあります。こちらは、大隅半島かな、で、あ、違う、薩摩半島で、こっちが大隅半島だったと思いますけど、鹿児島県の地図を眺めるような、そんな体験ができるのは面白いですね。どっちが薩摩半島で、どっちが大隅半島だかいつも忘れちゃうんですけど、ここには、皇太子殿下お手植えの木みたいなのが書いてあったな。皇太子が、たぶんそれ大正天皇が植えたか、もしくは、あ、大正時代の子だから昭和天皇が埋めたんだと思うんですけど、もうその頃にはですね、西郷隆盛も最後一応政府に対して反乱を起こしたという反乱軍の大将となっていたのに、天皇からの、その行幸とかね、そういったのまで受けるようになりまして、すごいことですよね。行慶かな、多分天皇陛下は来られなかったんでしょうか。その城山の真下を貫く、城山トンネルの上のところには、慶天愛人という西郷さんの、まあ一つの何ですか、座右の銘というべきかな、それが掘られています。そこから先山を下ってきまして、まあ結構時間かかりますね。鹿児島駅まで40分ぐらい歩いたらかかるんじゃないですかね。また戻ってきました。城山公園はなかなか楽しいところです。ぜひね、鹿児島市内見学というか観光されるんだったら行かれるべきだと思いますが、ここから先はまた普通列車になります。左側には磯庭園、これ確かすごい面白いものにいろいろあるらしいんですよ。あの島津家の、もともと鹿児島の、西郷さんも仕えていたお殿様のお家がですね、並ぶわけです。で、右側は錦江湾とその奥の桜島。いや、本当に素晴らしいところですけどね。私もまだこの辺ちゃんと降りて回ったことはないんだよな。そして、
こんなものがいましたよ。これ七つ星号です。これはなんつったっけ、確かね、ハヤトの駅にたまたま止まってんのを見たと思うんですけど、まあ七つ星の人も羨ましいだけど、まあ私も最長距離で回ってんだから、日本二周旅行はしてるの、それだってまあなかなかいいことなんじゃないですかと私は好きかって言ったような覚えがあります。窓ガラスにぴったりとカメラをつけるのはさすがにはばかられましたけど、空いているところがあってね、そこから車内の多分食堂車かなんかの様子を眺めることができたのでした。結局七つ星はまだ一回も乗ったことないですね。乗ってみたいとは思ってるんですけど、抽選も当たりませんし、コロナウイルスが落ち着いて運行再開されるもまあいつになるやろという感じです。本当にピカピカな車両ですよ。もうピカピカのところにですね、こちらの乗っているキハ40が反射しております。ここから先は肥薩線に乗ります。そして、人吉じゃない吉松というところまで向かいます。車両は結構揺れますね。動画の編集がはかどります。沿線にも、まあ、景色のいいところはあるんですけども、ただ、まあ、どっちかっていうと単調なのかな、この辺は。ここからですね、一旦熊本県に近づきつつ、宮崎県へ進むということをします。あの山は何て言いましたっけ、あれ、宮崎のなんとかだけってのあったと思うんですけど、あ、そうですね、上着を脱いでおります。珍しい。都の城の駅に着きました。都の城は、まあ、有名ですね。宮崎の大きな町です。山を越えてですね、一旦わざわざ、海の際を走る、日豊本線ではなくて、山の内側のところを通ってきたのでした。そして、これは浜寿司ですけども、100円寿司。でもね、この都の城の浜寿司って多分私の動画で過去3、4回出してると思うんですが、なかなか地元九州の名物みたいな感じなんですかね、売っててね。美味しそうですよ。ぜひ食べてみたいと思います。都城からは南宮崎まで普通列車に乗り、ここから先乗り換えをします。一気に特急列車で小倉までを目指します。これがね、最長往復切符の初期の、まあ、名シーンとして皆さんにもたくさん楽しんでいただいたものなんですけど、特急列車日輪新愛屋号です。今回は奮発しまして、まあ、これはもうあらかじめ予算を別立てで組んであったんですけども、グリーン個室に乗車します。これはね、最長往復切符初期に結構たくさん再生されたんで、この部分の、このグリーン個室の動画を出すことによって、結果的に撮影よりも、あれが黒字になってですね、確かなんだかんだ、この部分のおかげで、資金に余裕ができると、そんなこともあったんじゃなかったかと思います。宮崎のこれ、なんつうか、大淀川かな？大淀川を渡って、だんだんと日が陰ってきます。まだ3月なんでね、それほど日が長くなかった。もうちょっと長くてもよかったんですけど、でも、これでね、列車の中で作業もしたし、それから疲れたんで眠ったりもして、上着はこういうところに脱いでかけておくロッカーなどもついています。大変快適です。これは私にとって初めての JR 九州のグリーン個室の乗車体験になりましたね。グリーン個室自体も乗るのは初めてじゃないかな。JR 北海道の普通個室ってやつだったら乗ったことありますけど、そんだけです。ネクタイピンしてますね。これ E657系、655系か。JR 東日本のね、豪華列車に乗った時に、買ったやつなんですけど、1600円ぐらいで買ったやつなんですが、今どっか行っちゃったな。多分家探せばあると思いますけど、この時はネクタイピンまでつけてたんですね。ちゃんとしたスーツ着ようっていう感覚はもう今ではなくなっています。もう宮崎神宮のところを過ぎました。宮崎神宮も帰りに確か寄ったかと思います。今回は一部区間の乗車ながら、それでも横浜から名古屋程度の距離を移動することになる。すごいですよね。東京から名古屋ぐらいまでの、それぐらいの距離をですね、ずっとこんな、大きな、一人だけで占めることのできる個室に乗って移動することができるわけです。で、広いから靴脱いで、これでゴロゴロしていれば、一番楽ですよ。まあ、寝台車みたいなもんですからね、ベッド感覚で利用することができます。これは脇にあるのは、宮崎のリニア実験線ですね。国鉄の時代にリニアモーターカーを走らせると、まあ、今でも走らせようとしてね、ついに工事までしてますけど、研究自体はもうすごい大昔から、40年ぐらい前からあったかと思いますんで、その時にもともとここでリニアモーターカーが500キロぐらい走っていたということです。で、現在ではもう完全にその実験はですね、終わってしまって、まあ、石原都知事、運輸大臣の提言によってですね、そんなもうこんなんじゃ良くないと。こんな豚小屋とか鳥小屋の中を実験線が走ってるんじゃまともなことはできないだろうから、しっかりとしたところ、山梨のところに実験線を作れと言って、現在のところに、リニアの実験線が移ったということになっています。それもまたすごい言い方ですけどね。豚小屋の中に、別に豚小屋の中走ってもいいんじゃないかとは思うんですけど、それじゃダメなのかもしれません。あんま科学の知識はないからな。これは都城で買ってきたサラダを食べながらですね、パソコンも充電しあったんで、それで、作業をしまして、ある程度この日やらなければいけない、動画の編集の作業ももうメロがついたので、じゃあ大分、別府、そのあたりからは、あとはゆっくり眠ろうということになりました。実際にぐっすり寝ました。最長往復切符の旅はもう全般的に毎日が寝不足でもう使い切ってましたんでね、それでも、まだこの頃はなんか飲み物とか買ったりとか余裕見せているところもあるな。これはですね、今もう小倉に着くところだな。いや、名残惜しいと思ってグリーン個室を去ったのでした。確か、何時間 ?5 時間ぐらい乗ってたんじゃないかな。この日は小倉で終了です。そして九州の旅もいよいよこれで終わりということになります。もう一度福岡県に帰ってきました。大分県は昨日旅ではほとんど触れることがなかったですね。日田に行ったぐらい、帰りにまたしっかり取り上げますのでお楽しみに。どうもありがとうございます。
おはようございます。今朝の5時台、まだ6時にはならないけれど6時になりそうな時間とか、そんぐらいだったと思います。ここは北九州市小倉、小倉から本日は関門トンネルをくぐりまして山口県に入ります。今日は山口県だけの旅と言いたいところだけど、山口県から一旦山陰まで行って島根県を見た後もう一度山陽に戻ってくるというなかなか忙しい旅です。まあ基本最長往復切符はいつも忙しいんですけどね。 JR 九州の下関行き普通列車に乗ります。九州は割とあっという間に終わってしまいました。まあもうちょっと本当はゆっくり行きたかったんですけどね。そして、文字から先、次の駅が二手に分かれますが、下関までは1943年だったかな、その頃に開業しました関門トンネルです。文字駅を出発しますと、まず照明が落ちます。このように落ちました。あの電源のね、あの方式が直流と交流で違うんですが、九州島内の電化方式と本州方面の電化方式と切り替えるということになっています。そして下関に着いてからは JR 西日本山陽本線に乗車。日の出の時間です。結構朝のこの辺って結構寒いんですよね。到着しましたのは朝駅です。たまたま朝と朝がかかりましたが、あの全然関係はありません。ちなみにお隣の駅が小野田駅なんですけど、当時は全然小野田さんとか全く知らなかったですね。多分当時から活動されてたんだと思うんですけど、朝は新幹線が止まる割には駅前はこのような、まあ、小さなこじんまりとしたところです。最近新しい綺麗なホテルができましたね。さてここから先、美祢線に乗り換えます。美祢線の普通列車に乗車しまして美祢まで向かいます。これもともとね、石炭だったかな、そう、石炭をあの運ぶための路線だったんですけれども、それが現在では石炭の運搬の目的は終わってしまいました。ちょっと寂しくなったかな。美祢駅でバスに乗り換えます。なんでこんな動画を撮ってたのかわかんないですけど、まあ、当時はこういう撮影の仕方もしたんですね。気温は10度、朝ごはんは確かコンビニかなんかで買ったあの割と安いおにぎりだったと思います。でここから先800円ぐらい出してですね、秋吉堂というところまでバスに乗ったのでした。バス車内は私以外誰もいなかったんですかね。多分そうだったと思います。でこの当時ね、キャンペーンでこの赤い自転車、今東京都内でまさに乗ってるやつじゃないですか。びっくりした、同じやつだな。電動自転車に乗って、そしてタラでこの辺をあの乗り回せるというのがありまして、それで秋吉堂とか、あとはレンタサイクルを使ってなんか銀行郵便局に行ってなんかお金を下ろすかなんかしたんだったかな。なんかそれをねしないとあのお釣りがなんかないかなんか、そんな話で、そういうことになったと記憶しております。ともかく秋吉堂に来ました。ここはですね、昭和天皇が名付けたところで、もともと滝穴というふうに呼んでいたんで、滝穴橋というのもあるんですけども、この秋吉堂は本当にいいところでしてね、確かスーツ旅行チャンネルで2度目に一度取り上げたところがあったと思うんですけど、天井まで30メートルって書いてあるな。それぐらい本当に高いですよ。まあ、真っ暗でパッと見るだけではよくわからないと思うんですが、最初の入ってすぐのところもすごいし、しばらく奥の方まで進んでいくと、これなんだみたいなね、大きな大きなこんなテーブルの台がずらっと並んだ、これぞまさに鍾乳洞みたいな景色が楽しめます。これはもともとただの岩の塊だったんですが、雨水が浸透してですね、そしてだんだんと、それが削り取られていき、大きな大きな洞窟となったんだそうです。道内富士というやつがありますが、これも上からですね、石灰成分を含んだものがポタポタと落ちてきて、そしてこのような大きな山のような形になったんだそうです。なかなかこんな立派なところないですよ。これを天井からまた吊り下がってきているのも、上から要するにつららの容量でですね、石灰成分が溶けた水がポタポタと落ちてきている。まあ最長期のご覧いただくか、もしくは旅行チャンネルでもっと詳しく、この秋吉堂については割と最近高画質の状態で撮影するということをしましたんで、ぜひそれで見て楽しんでいただければと思います。壁別に塗れて、なんかこれ触ってみたらね、味がしたんだったかな、なんか苦い味がしたような気がするんですけど、大変面白いところです。でこの秋吉堂を抜けて、そして自転車でこの真上にある秋吉台というところも見に行きました。まあ、これ本当は道内からなんかエレベーターがあったんで、エレベーターで行けばよかったらしいんですよ。私なんかもうほとんど観光客のみんなそうしてるらしいんですけど、私が知らなかったんで、わざわざ自転車で上に行くってことになったんですが、これがまた日本で一番大きなカルスト台地って言ってかな、そういうところでございます。ここはもともと大きな、石灰の塊だったところでした。それはもともと珊瑚礁、海の底の珊瑚礁だったんですけども、それが土地が上がって、そして石灰の大きな台地ができて、その後そこに雨水が降り注いで、それが水がですね、地質を溶かして、そして大きな鍾乳洞になったんだそうです。でそれからこちらはアンモナイトですけれども、まあ、この峰というのは要するにもともと海の底だった町です。でもともと海の底だったということは、こういった化石もたくさんあるというわけで、大きなアンモナイトの化石が出ていましたが、峰には他にも化石博物館みたいなものがあります。確かそういう名前だったと思うんですけどね、多分このマンモスみたいなやつとか、これは峰のあれとどの程度関係があるのかわかんないんですが、ともかく昔からですね、海の底にあったりとかしたものが上に上がってきたりしたんで、それで相当たくさん化石がここは出るんだそうですよ。
アンモナイトなんかもずらっといっぱいありましたね、確か。そう、こんな感じで、ね、本当にアンモナイトばっかりって感じ。ばっかりっていうのは、アンモナイトがいっぱいあるからなんか大したことないとか、そういう話ではなくて、このようにたくさん昔から海の底だったという環境がですね、証明するかのようにいろいろ出てきてるんですよという話でございます。これなんだろうな。右側にアンモナイトのやつですけど、真ん中はなんか、海ユリみたいなそういうやつですか。あと、これは琥珀ですね。樹液の中に虫が閉じ込められて、そしてそのまま固まってしまったというもので、これも化石の一種というふうに言われているそうです。峰駅に戻ってきました。ここから先、引き続き峰線に乗って山陰方面へ向かいます。車内では動画の編集をする傍ら、ゆで卵を食べてたみたいですね。これゆで卵はなかなかね、ありがたいものです。ローソンで買ったんですが、お金のない旅ではお腹を満たしつつ、栄養バランスも改善するということでありがたい存在です。さて、長田市の駅に来ました。ここはまだ山口県です。そして山陰本線に進みます。いよいよ美しい日本海の際を進みます。東萩の駅に到着。萩という駅があって、東萩の方が町の外れにあるような感じですが、実際には東萩が町の中心部です。駅前にはミニチュアの萩城もあります。昔ここにあったんですけど、壊されてしまったお城です。萩は1日観光にかかると言いますが、まあ、しかし、なるべく時間のあるところだけ来ましてですね、時間を見つけてですね、じゃあここら辺をババッと回ろうかな、萩城の中に入ってきました。昔ながらのこの石垣がずらっと並んでいるところ。明治時代までここには萩城があったんですけども、ただ新しい時代になるからもう壊しちゃっていいだろうということで、お城も廃城令というのが出たんですかね。全部壊してしまって、そしてこのようなお城の跡だけということになっています。まあ、やっぱ時代の先端を行く長州藩という役割もあったと思いますんで、あんまり古いものを残したくなかったんですかね。わかりませんけど。ちょうどカメラを回したら、大きな詐欺がすっ飛んできまして、大変立派な光景です。これはね、海が近いところなんですけども、ただこのお堀自体は海じゃなかったかな。なんか亀が詰まっていたような記憶がありますね。あ、いたいた、やっぱそう、これですわ。でっかい緑亀。まあ、あんまり、いていいものではないんですけどね。どっちかっていうと、外来種ですから、いない方が好ましいのかなという気がしますが。海の水を引き入れてるのかと思ったら、それと関係ないっていうのは面白いです。鯉なども泳いでおります。いろんな生き物がいて面白かったですね。犬もいましたよ。これはペットですけど、確か萩市民の人はお金払わなくてもここに入れるんだったかな。ふんふんふん、どうしますか。犬の散歩の定番コースとして使われてるらしいこともわかります。そして日本海のその際をまた進みまして、もう一度東萩の駅の方へ。ここは確か旅の最後の頃にここへ来て沈む夕日を眺めましたね。あの時は6月だったから太陽の向きが変わってて、ちょうどこの辺りで見ることができたんでした。こんなに海に近いのに、まあ海を多分守りのあれとは考えてやってたとは思うんですけどね。こんな、でっかいカモかな、カモじゃないかもしれないですけど、海にああいう鳥がいるのも珍しい光景かと思います。さて、ここから先、キハ40ですね。JR 西日本の車両。これに乗って、確かこの時はね、あれどこまで行ったんだ、多分、マスダまで行ったんだったと思いますけど、この辺はすごくいい景色のところでして、歌号の孫恩川橋梁って言ったと思いますけれど、立派な、この橋の上をですね、こう通過しながら日本海を見下ろすのは、毎度この区間の楽しみになっています。増田駅からは山口線に乗り換えです。で乗り換えて、車内で何をしたかって全く記憶にないんですが、確かね、まだお金がなかったんで、またローソンでご飯とそれから焼き鳥を買ってきて、で、車内ではもう本当ひたすらなんかパソコン作業かなんかしてたらそれだけだったみたいですね。ここは SL 山口号が走るところとして有名でして、確かこの日も走ってたのかなと思うんですけど、残念ながら時間が全く合わなかったんで、SL 山口号への乗車は完全に諦めるしかなかったのでした。山口に到着です。山口駅はこの山口線の沿線で一番の主要駅と言いたいところなんですけど、多分起点の新山口の方が新幹線が来る関係で一番主要なのかと思います。県庁所在地の駅で一番しょぼい JR の駅だとか、そんな風な言われ方もしていますが、ただ、まあ、なんで山口駅が、まあ、確かにそんな人口が多くはないんですけども、県庁所在地になったのかと言いますと、まあ、それにはですね、徳川の時代に、自分の拠点の町を、本当はこの山口ではなく萩にしたかった長州藩の考えと、徳川としては、その外様大名だったと思うんですけど、その長州が、こんな徳川に近くすぐ来られるようなところに家を作られたら困るということで、この山口から、わざわざ、離れたところへお城を作らせるということをしたのだそうでした。まあ、今の映像のところで温泉に入りまして、温泉結構走ってね、大急ぎで一瞬で入ってきたんですよね。このむちゃくちゃな温泉の入り方あるかと思ったら、当時はとりあえず湯に浸かればいいという考えでしたので、最後ですね、その後山陽本線に乗り換えて本日は豊富駅で終了でございます。じゃあどうもありがとうございました。次回は広島方面です。